フェリックス・ベニング・マイネスは、オランダの地球物理学者、測地学者である。重力の精密な測定方法の発明者として知られる。海上での重力の測定を可能にし、海洋艇の重力異常を発見した。ハーグに生まれた。父親は、ロッテルダムやアムステルダムの市長を務めた人物である。デルフト大学で土木工学を学んだ。年に、 オランダ重力調査に加わり、1915年に当時使用されていた重力系の欠陥についての論文を書いた。新しい重力系を設計し、オランダ気象研究所で製作した。この装置は位相を変えて振動させる2つの振り子を用いるもので、装置に加わる水平方向の加速度の影響を排除できた。オランダ各地の重力の精密測定を行い、 51カ所の測定ネットワークを作り上げた。さらに海洋での使用のための改良を加え、1923年から1929年の間、地球のジオイドの正確な測定のために、小型潜水艦を使った海洋の重力測定を行った。これらの測定の様子は映画に撮られ、マイネスは有名になった。この調査で得られた膨大なデータは、 オランダの地球物理学者たちと分析され、結果は1948年に発表された。重要な発見は、海洋港に沿って、負の重力以上が発見されたことである。また平均の重力は、海洋艇も陸上も等しく、アイソスタシー説の成り立つことが確かめられた。1927年にユトレヒト大学の測地学、地球物理学の非常勤教授となり、 1937年にデリフト工科大学の教授となった。1945年から1951年の間、オランダ気象研究所の所長を務めた。ありがとうございます。